皆さんこんばんは。本日は、新型コロナウイルス感染拡大による特急列車運休の結果、謎の列車が誕生した話を紹介します。それが、成田エクスプレス大船行きです。そんな列車はいくらでもあるのですが、そこからが問題で、始発駅がなんと東京駅。成田空港に行かない成田エクスプレスです。こういった事例は臨時ダイヤでは時々登場し、関空に行かない関空快速とか、ましてや羽田空港に行かないエアポート急行なんかは通常で運行されています。そう考えると、そこまで珍しくないのかもしれません。しかし JR の特急列車が区間限定で運行した結果、東京から大船を金閣線経由で走るものになってしまった特急成田エクスプレス38号が出てしまったわけです。これは正真正銘の名列車です。同じ区間に E217 系電車で運行される在来線グリーン車があるので、それで十分です。運賃も平日770円、休日570円ですからね。対する成田エクスプレスは普通車指定席で1200円を超え、グリーン車では3000円ほどになります。非常に高価ですね。もともとインバウンド需要を拾う目的があったので、そこまで安くないのです。これを外国人向け鉄道乗り放題切符、ジャパンレールパスで乗ると乗り放題なので、これといった障壁がないわけです。我々日本人は本数が多いスカイライナーとか東京空港交通のリムジンバスを使えばいいわけです。そんな中、海外旅行という楽しみを失った世界で、成田エクスプレスのような列車は意味をなしません。そういうこともあり、成田空港に行くのは減便になったわけですね。なお、東京始発になったのは謎ですが、大船まで行く理由は明確で、鎌倉車両センターがこの E259 系の所属車両区なので、ここに戻ってくる必要があるからですね。このダイヤは来月より運用開始ですが、このコロナウイルス感染症がいかに大変な事態だったか、後世に残すためにも記録として制作しました。間違っても面白、半分で見に行くとか、乗りに行くとか、そういう行動は慎んでいただきたく、投稿者として注意喚起して締めさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネル、マイトリップでは、毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や、旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。